あのピットフォークの前にランチの紹介をして焼きそばを食べたんですよ。その時のね、海苔がね、歯にずっと食べちゃって、恥ずかしいから見返して乗せないでね。いや、ほんとむしろ修正してください。ネタッチしてください。そうです、ネタッチしてね、白くしてくださいね。はい、そんなお茶目だね、お茶目だね。ちょっと恥ずかしいなって思ったので、全然乗せていただいても大丈夫ですので、ありがとうございます。よろしくお願いします。でそのお肉がこの富士スピードウェイで販売してるあのお弁当のお肉なんですけど、それもすごい今元気いっぱいなんですよ。なので皆さんもぜひ夜ご飯にね、よかったら食べてみてください。すごい元気いっぱいになります。最後は私、秋澤うららです。本当にね、皆さんイベントどこ行かれましたかって一人ずつ聞きたいんですけど、私たちもねこの後行けるんですよね。本当にねイベント行くことを楽しみにしています。あとは少しね肌寒くなってきたので、皆さん防寒対策はしっかりしてレース観戦よろしくお願いします。はい、さあエネオススーパー耐久シリーズ2022パワードバイハンコック第2戦ラバック富士スーパーテック24時間レースが今の決勝が今まさに始まっていますね。イエーイ、皆さん盛り上がってますか？盛り上がってますか？ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、本当にイベントもレースも盛り上がってると思うんですけれども、あゆたんはどんなところに注目してますか？そうね、さっき空をふっと見上げたらヘリコプターがバーって、なんかもうすごい音でガガガガガガガって走ってて、え、あれなんだろうって、そう話してじゃん。そう、そしたら FSW スカイクルーズのヘリコプターっていうのかな、そうヘリコプターだったらしくて、そう、うわ乗ってみたいって思ってました。確かに。そう、ちなみに乗られた方いらっしゃいますか？まだ、あ、いなさそう。いない。お、じゃあね、そう、ぜひね、明日もね、明日とかも、うん、やってるので、もしお時間あったらぜひ体験してみてください。マイマイは、私はさっき、じゃんけん大会参加してくれた方たくさんいると思うんですけど、すごい盛り上がったんですよ。それがね、やっぱり勝てなかった方もいらっしゃると思うので、豪華な商品用意しているので、明日もね、ぜひ皆さんに参加してほしいなっていうふうに思っています。明日も私たちと、ね、そうだね、そう、2人が参加するよね。はい、あゆたんと私が参加するので、ぜひ何度参加してみんなもチャレンジして参加してみてください。今回はレースももちろん盛りだくさんです。今回は9つのクラス合わせて16台290名のドライバーが参加します。レース、チームやドライバーチェックしたいよっていう方多いと思います。そんな時におすすめしたいのが、じゃん、こちらです。大会公式プログラムです。皆さんもうお持ちですよね。はい、今回は人気カー雑誌ベストカードのコラボで読み応え十分です。振り返るやベストカー名物アポなし電話相談室など読み応えが十分です。はい、こちらは総合案内所をはじめとした各販売ブースで1000円で販売しています。さあ、それでは私たちも皆さんもお待ちかねのイベントについてご案内します。まずはあゆたんが大注目していた FSW、はい、スカイクルーズの案内です。はい、
すべての電気はあのトヨタ未来の水素燃料で給電して補っていますのでとてもエコです。こちらは今日は今日じゃないな、もう25時だから明日の1時、うん、夜の1時までやっております。そして明日は朝の10時から15時半までやっておりますので、まだの方はぜひ足を運んでみてください。 T16 人気のシャトルタクシーがこちらのイベント広場の TGR ブースというところから出ているので、ぜひ皆さんこちらもご利用してみてください。そしてこの後、花火についてのご案内です。こちらは19時45分からです。はい、19時45分から15分間打ち上げられます。私もとっても楽しみなんですけど、明治中の夜空を夜空花火を一緒に楽しみましょう。悪天候の場合は中止してしまう場合がありますので、その際はご了承ください。みたいね、こちらはスピードウェイ、すいません間違えましたスピードウェイシネマサポーテッドバイトヨタが20時半からあります。見えるかな、あっちにあるんですよ、うんうん、皆さんから向かって左側にあるんですけど、そこでね、ディズニーの人気映画カーズを無料で上映します。カーズいいよね、カーズすごい感動する、見たことないレース好きな2人はねスルーされちゃった大丈夫、面白い、はい、ぜひ見てみてください。皆さん見たことない人でもね感動すると思うので、ぜひご覧ください。はい、そしてその映画もあのトヨタ未来の水素燃料で給電して補っています。はい、その他にもイベント盛りだくさんなんですよね。そうですね、日々24時間レースにご協賛いただいているナパック加盟店の出店ブースや、こちらのステージではレースクイーンステージなどイベントが盛りだくさんです。イベントについての詳細は入場ゲートや総合案内資料をお配りしているリーフレットを確認してください。さあ、そして富士スピードウェイでは今後も楽しいレースが盛りだくさんです。今後の富士スピードウェイのレース情報についてご案内します。7月16日から17日にかけて2022年全日本スーパーフォーミュラー選手権第6戦が開催されます。そして8月の6日から7日にかけて2022オートバックススーパー GT ラウンド4富士 GT100 ラップレースが開催されます。そして9月9日から11日は2022FIA 世界耐久選手権第5戦富士6時間耐久レース、こちらね私たち3人ともまだ経験したことないので、はい、開催されることを願ってます。楽しみにしています。スピードウェイに関する詳細は公式サイトや SNS をご覧ください。私たちのクレーンズブログもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。さあ、それでは皆様お待ちかねのフォトセッションを行いたいと思います。カメラをお持ちの方は